国道302号機終点愛知県名古屋市中川区下の里東交差点国道302号は名古屋環状2号線と呼ばれる外環道路で名古屋第二環状自動車道と並行する一般道路部分と伊勢湾岸自動車道の一部を構成する伊勢湾岸道路からなる一般国道である愛知県名古屋市ミドリック別所さん。 環状2号の標識名古屋市森山区北山1丁目付近は渋滞が多く発生している。名鉄瀬戸線の踏切がある上に、この前後で車線が減少しているためであるが、交通の円滑化及び踏切事故の解消を目的とした名鉄瀬戸線の小端駅、大森、金城学院前駅間の単独立体交差事業が進んでおり、完成予定の2023年度以降、 渋滞の解消が期待される。なお、同じ名古屋の外環道路である、愛知県道59号名古屋中間上線との交点が5箇所あり、名古屋環状2号線は、英語では、リングロードナンバー2と案内されている。路線中、名古屋港横断区間の東海 IC 飛島 IC 間が東路線の自動車専用道路区間となる。一般国道の路線を指定する政令に基づく、 終点及び、経過値は次の通り、国道19号との交差愛知県春日井市、勝川町4丁目なお、並行する名古屋第二環状自動車道とは、すべてのインターチェンジで接続する。交差する河川、鉄道、ありがとうございます。